絶対に契約に至らない商談とは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。私は今までに数多くの営業マンに同行して商談に同席させてもらいました。通常であれば弊社がコンサルティングに入ってしばらくしてから同行営業を行うので大きな課題問題は発生しません。しかし弊社がコンサルティングに入ってない企業の営業マンに同行すると、これね、目を疑うような商談を行っているケースがあるんです。そこで今日は営業マンの役割について分かりやすく解説しましょう。先日ある企業の営業マンに同行させていただきました。同行といっても弊社がコンサルティングに入っているわけではないので、たまたま私の知り合いがこの企業の新商品を購入しそうな企業だったので紹介をしただけだったんですね。そして最初の商談の時だけ私もまあお互いをこう紹介しないといけないので同席したというね、まあ正確に言うと同行営業まで行ってないですけどね、そこに同席してたっていう感じです。まあ実はね、この時の商談が、まあ、私にとってはですね、非常に衝撃的だったわけなので今日紹介したいと思います。当日商談に臨んだ営業マンの方はまだ入社して数ヶ月ということだったんですが、まあ、前職で営業職をやっていたというので営業の基本はできているんだなと私は勝手に思い込んでたわけです。そもそもそれが間違いの始まり。名刺交換を済ませると、まずは会社の紹介をさせていただきますと言って会社のパンフレットを取り出して説明を始めました。続いて商品のチラシを取り出して事細やかに機能とかね、効用、製造方法とか原料の説明を続けました。実はこの段階で私嫌な予感はしてたんですよ。この商談は商談というよりも一方的に言いたいことを言うだけの独演会になるんじゃないかなっていうね、もう嫌な予感頭をよぎったわけなんです。でこの商品でこう説明が終わるのかなと思ったんですけども、また次の商品が出てきてですね、同じように説明を始めたわけなんです。そして次の商品チラシを取り出してまたしても同じような感じで継続していったんですけども、まあ、この間時間は約20分ほど、まあ、相手はねどのように感じているのか表情をね私探ってたんですけども、一応は真剣には聞いてました。で一通りの説明が終わって、何かご質問はございますでしょうかとこの営業の方が振ったんですが、おおよそのことは分かりましたというね、まあ、そっけない感じの回答でした。その後商品価格の一覧表を取り出してロットと卸価格の説明に入りましたが、さすがにお金の話になるとやはりね、こういろんなことを言ってきますね。まずロットが多すぎるとかね、もう小売価格が通常の商品のね、要は競合商品の 1.5 倍ぐらいちょっと高いんじゃないですかというようなね、まあより具体的なビジネスの交渉の話になったわけです。でこのような感じで約30分間の商談を終えたんですけども、私はまあ釈然とはしませんでした。この営業マンがそのまま様々な企業と商談を重ねて契約に至らないだろうなと思ったんですよね。まあ、これが私の本音だったんです。そして商品が悪いっていうね、言い訳を最後はするんじゃないかなっていうね、まあそれも嫌な予感なんですけども、そんな気がしました。まあ、そもそもね、アイスブレイクなくですね、相手の状況をまるで聞かずにいきなり会社案内と商品案内するっていうのは、これどうなんだろうかっていうね、まあ、少なくとも弊社のコンサルティングではこのような商談はやってはいけませんと伝えております。まあ、そのやってはいけないというね、典型的な商談だったわけです。今回のように紹介の場合、相手にニーズがあるのかないのか、もしあるとすればそのニーズが高いのか低いのかね、明確でないことってよくあるんですね。まあ、いずれにせよ、まずは相手の状況、あとは似たような商品の取り扱いをしているのかしてないのか、
そしてその商品の評判はどうなのか、その商品を購入している客層はどのような人たちなのか、このような商品はどのくらい数が売れているのかなど、様々な情報っていうのをヒアリングしないことには、商談っていうのは先に進まないですよね。まあ、要は深い商談ができないんですよ。で、その後、これらの情報を整理して、自社商品のポジショニングとコンセプトなどの説明をすると。まあ、これが、まあ、通常のやり方でしょうね。で、この段階で相手に少しでもニーズが発生しているのであれば、次の段階として自社商品の詳しい説明をする。そして最後はサンプル品の提供とかデモを行って、その感想を聞くための次回のアポイントを獲得するっていうのが、まあ、正しい流れです。まあ、そもそもね、入り口が今回の場合間違っているので、まあだからこのような商談が成立するっていうのはもうすでにニーズが発生して相手も買う気満々で商談の時点でほぼ8割ね買うことを決めているような場合だったら今回のような商談のやり方でもいいんですけども、そういうふうな商談ではなかったわけですよね。さて、まあ今時ねこのような商談を行っている人がいることに驚いたんですが、まあ、老舗の企業に限ってこのような営業マンいたりするわけですよね。まあ、昭和時代の高度成長期だったらね、いざ知らず、これだけ競合商品があって、しかも消費が低迷しているような今の時代にあっては、まるで効果のない商談手法です。まあ、弊社としてはこの企業に対して営業コンサルティングの提案をちゃんとしないといけないなと思ったんですけども、まあ、皆さんのですね、会社にも、ベテランの営業マンの中には今言ったような人ね、一方的に会社紹介をして一方的に商品の説明をして最後質問どうですかっていうようなやり方をやってる人いるんじゃないかなと思うんですね。っていうのは意外とですね、営業マンに対しての同行営業をするような、まあ、営業リーダーとか営業マネージャーがいないんですよ。ってことは現場でどのような営業をやっているかっていうのはさっぱりわからないっていうのが本当のところではないかなと思います。まあその辺のことに関して言うと、弊社はそこのところに注目しているので、実際どういうふうな商談やってるかっていうのは上司であってもわからないってことね。つまりそこの部分を我々で同行営業してどのような商談をやってるのかきっちりとリサーチして、そしてそこにアドバイスしますよってこともまあ弊社の売りの一つになっているわけなんですね。まあそんなことでですね、まあ営業マンの方々がどのような商談をやってるか、まあ、きっちりとね現場を確認しないことにはどのようなアドバイスとか指導をやっていいかわからないっていうことなんですね。しかし現実にはわからなくてもやってるという恐ろしいことが起こっているわけです。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私長谷川が様々な視点から経営に役立つ情報を収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。